自分の専門用語で伝えて損しています。難しい用語をお客様目線で伝えるコツ、ラブレタートレーニングの全テキストをプレゼント、10万 PV 突破記念で無料でお伝えします。わからないときにどんな言葉で伝えたらいいのか、あ、なるほどと好奇心を持って伝えるには、一人のお客様の1日の行動パターンとご性格、購買欲が丸わかり、それがと伝えると興味湧いてきません？ラブレターとコメントしてね。